もしもし、お父さん、運動を終えて体育館から家に帰ります。今晩寿司を食べたいですよ。そうか、寿司屋一緒に行きましょう。本当ですか？でもバッテリーがありませんから家で話しましょう。父さん、はい、どなたですか？ああ、僕はあなたのお父さんの友達だよ。ああ、本当ですか？はいはいはい。ああ、うちまでに一緒に歩きましょうか。あ、はいはい。お父さんはヘンソムだ。そうですか、ありがとうございます。何歳？ああ、二十歳です。二十歳。お父さんのビジネスはどう？とてもいいですよ。お金がたくさんあります。そうか。お父さんの電話番号は何？わかりません。もう一度。なんだと、わかるわかる。602-391-7878です。誰ですか？もしもし、私はユカヤンです。あなたの子供は私の家にいます。それから身代金は100万ドルです。何？わかりました、わかりました。どこで会いましょう？4月15日晩7時に会いましょう。うちの前のスターバックスへ行って、その道をまっすぐ行って1番目の角で左に曲がって右の方に CBS があります。その建物の中で会いましょう。来なければ息子は死ね。わかりました、わかりました。ちょっと待って、ジョニーラケットヘンバーガーとコーラを買ってきます。はい。
これです。100万ドルです。私の息子をお願いします。これは100万ドルじゃない。100ドルだけだ。ああ、殺してやる。もしもし。はいはい。ボリガーですか。はいはい、これは一番有名なボディガードオフィスです。はい、そう、助けてください。